さて、今回は前回お出かけした時に見つけた渓谷の方に足を運んでみたいと思います。鉄鉱石は地上でも見つかりますが、金鉱石やレッドストーン、そして何よりダイヤモンドが欲しいですからね。やかましい。テレリンテレリン、テレリン。やかましいって言ってるでしょ。それで、何か用ですか？あ、うん。実は、マキマキ通信機に搭載されているレーダーが、おなじみのモンスターの他に、数種類新種のモンスターの反応もキャッチしてるんだよね。新種のモンスター？うん。詳細はわからないけど、少なくとも5種類いるみたい。これから渓谷に潜ろうっていう時に、なんでそういうこと言うんですか？ちょっと怖くなるじゃないですか。だって、だって、ユカリンが心配だから。マキさん。なんて言うとでも思った？ちょっと脅しておいて、ビクビクするユカリンが見たい。ユカリン。あ、そうだ。ちゃんと目標を立ててから行こうよ。うん、そうですね。それなら、ダイヤモンドを3つ見つけるまでは、地下に潜ることにします。それがいい、そうしよう。そろそろダイヤのツルハシが欲しいですしね。そうと決まればレッツゴー。全速前進。進め、ユカリン。でも、正直。さっきの話を聞いたせいで、あんまり進みたくないんですが。ごめんね。でももうすぐ日が沈むから、早く洞窟に潜った方が安全なんじゃない？それは、どうなんでしょうか。外の方が広いですし、モンスターから逃げやすい気もします。どうなんだろう。確かこの辺りに、庭園かい。なんですかこの人。ゾンビさんが、ゾンプキンになってます。え、何？電子レンジですか？検索完了。そいつの名前は、バンプキンゾンビ。普通のゾンビの強化版のようなモンスターで、ゾンビよりも移動速度が速いけど、体力が減るとだんだん速度が落ちていくみたい。なるほど。マキマキ通信機、そんな機能もあるんですね。ドイツ様の科学力は世界一。さて、新モンスターは5種類ですから、あと4種類ですね。他のモンスターもあれくらいなら全然大丈夫なんですけど。うわ。あ、頭からカボチャが。ピピ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 。検索完了。そいつは、パンプキンクリーパー。カボチャが頭に寄生したクリーパーだね。あと、ユカリン、そいつにガードしながら近づいてみて。たくみさーん。爆発しないでくださいね。あ、待って。痛い。といった感じに、普通のクリーパーより爆発が早いので、後ろから近づかれたらすごく危険。そうですね。ガードしても7割持っていかれたので、後ろから接近されて、ドカンとやられたら、多分一撃死は免れないでしょう。うん。1.3 から、クリーパーの爆発の威力が上がったみたいだし。防具は甘え、霧、とか言ってないで、何か装備していった方がいいんじゃない？確かに。作業台さん、出番ですよ。待たせたな。なんか、すごく声がかっこいいんですけど。そんなに褒めないでくれ。うぜえ。この空洞は広そうですね。ダイヤモンドが期待できるかもしれません。溶岩を流して、中の様子を確認してみます。落ちた鉄鉱石は？あ、忘れてました。ここから確認できるのは、スケルトンとパンプキンゾンビだけですね。スケルトンを焼き殺せると思ったんですが、華麗に避けてしまいました。怖いわ。ほんとこの子怖いわ。他にもモンスターがいそうですし、溶岩で明かりを確保して、水で降りることにします。では、溶岩を回収して、で、あれ？え、あれ？消えた？あ、戻ってきた。どういうことなの？私にもわかりませんよ、そんな。事故です。事故だね。うん。そう、掘削によって流れ出た溶岩を、不運にもパンプキンゾンビさんが頭からかぶってしまい、そのまま焼け死んでしまったというだけの事故です。かわいそうな、
バンプキンゾンビさん。ということで、今の出来事は私とは何の関係もないので、気にしないで下に降りることにしましょう。うん、過ぎたことは気にしない。さっきのスケルトンが近くにいるはずなので、警戒しつつ、松明で明かりを確保します。ゾンビさんはとりあえずスルーです。今は視界の確保が最優先。うわ、こんなにいたんですか。ゆかりん危ない。この人早い。ここだ。パンチ、キック、チェーンと、もう、今だ。グレートエルキファイヤー。静かにしてなさい。あ、はい。あ、ゾンビさんが鉄のヘルメットを落としました。ありがたくいただいておい。たくみさーん。インベントリを開いた隙に忍び寄るとは、さすが。しかし、私には不意打ちなど無意味です。出直しなさい。またかぼちゃが。今度はかぼちゃに取り憑かれたクモですか？ピピ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 。検索完了。さっきのは、パンプキンスパイダーといって、かぼちゃに擬態しているクモだね。あと、普通のクモと違って、昼間でも構わず攻撃してくるみたい。新モンスターは、残り2種類ですか？うん、普通にポップするのは、あと2種類かな。あまり長居はしたくないのですが、目標をダイヤ3つと宣言しましたから、見つけるまでは出るわけにはいきません。高さは、10。なんですか今の鳴き声。やだ。わ、ちょ、ユチュアリン、少しだけ見てから。嫌です。もうブランチマイニングします。ブランチマイニングで探します。ユカリンが完全にへたれてしまった。赤石、丸石、ダイヤ、丸石、ん？お？ダイヤモンド？だ、ダイヤモンドだ！自宅が包囲されてます。なんでそんなことに。いや、嬉しさのあまり夜なのに洞窟から飛び出してしまったんですよ。どうするのこの状況。寝床がモンスターに近いなら寝床を動かせばいいじゃない。おう。ほら、地下なら水のせせらぎのおかげでリラックスして眠ることができるはずです。あ、眠るには天井が低いですし。どうも、エンシェントソードさん。半年ぶりですね。またあなたに会えて、光栄です。さあ、あの時のように、私にその力を貸してください。ふふふ。楽しくなってきましたね。長かった。ずっとこの剣の復活を待ち望んでいました。だって私は、この剣を愛してしまったから。何言ってんだこの人。この剣があれば、もう何も怖くない。こんな気持ちで戦うのは久しぶりです。サイン、コサイン、エンシェントです。あ、そのモンスターは攻撃しない方が。何？よく聞こえません。あ、まあ、さっきのはまた今度説明するよ。それよりも、ピピ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 。今そこにいるのは、パンプキンゴーレムといって、非常に高い。わかりました。
雷落としますね。あ、こら。あ、あれ？パンプキンゴーレムは、燃焼ダメージなし、落下ダメージなし、水没ダメージなしという耐性に加えて、膨大な体力を持ってるんだよ。正直、エンシェントソードとは相性が悪いから、今は逃げた方が。話を聞いてくれない。この鳴き声。さっき洞窟で泣いてたのはこのモンスターですね。あの時の借り、返しますから。うわっ。と、毒攻撃ですか。でも、あまり攻撃力は高くなさそうです。どうやらクモさんと同じで、飛びかかって攻撃してくるみたいですね。これは、いけます。あいつは話を聞かないからな。